吉田さん、こんなことってありませんか？なんかね、質問をしてくださって回答するじゃないですか。で、同じ方から質問来るんですよ。またいろんな回答します。そしたらある時ね、こういうふうに言うんですよ。僕塾生でも何でもないのに、こんなに親身にもらえて答えてもらって本当にありがとうございます。でもこんなふうにね、タダで答えてもらって本当にいいんでしょうか？お金も払わないのに申し訳ないですって答えるんですよ。いや、申し訳ないと思うんだったら別にお金払ってもらっても一向に構わないんですよね。っていうことなんですよね。まあ心の中でそう思いますよね。いや、その申し訳ないって気持ちを消したいんだったら、いや、お金を払って堂々といろいろとね、やり合いましょうやってことなんですけども、なんかお金を払って申し訳ないです。申し訳ないっていう気持ちがあったら、じゃあお店に行ってね、コンビニに行ってジュースもらいました。なんかガムもらいました。チョコレート持ってきました。お金も払わないのに申し訳ないんですけども、ありがとうございますみたいな感じで帰ってくる人いますかね。もう泥棒じゃないかって感じがしますけども。まあでも情報に関しては、非常にね、その泥棒とは言いにくいところは結構あるんですよ。情報泥棒っていう風な名前をつける人もいますけども、結局、塾生に対してのコンサルだろうと、その動画の視聴者さんに対して Q&A しようと同じなんですよね。もっと言ったら、で、私と吉田さんがね、お会いして、なんか飯食いながら雑談しますよね。じゃあそれが有料じゃないのはなんでなんですかって話ですよね。家族といろんな話します。別に無料ですよね。でも、お客さんという立場でお話をすると、有料になっちゃうみたいなね。ここには何があるのかっていうことなんですけども、結局人っていうのは自分と自分の家族の利益のために、そうじゃない人から、まあお金や時間を、まあ言ってみれば搾取してるって形になりますよね。会社の経営者がなんでね、内部留保を残すんでしょうか。それは、従業員といえども赤の他人たる人の人生にはそこまで興味がないからなんですよ。それよりも、自分の作った会社が潰れないように、会社のキャッシュを残しておくとか、自分の家族とか自分が楽しむために、一定の金額をプールして、その分、社員には、給料を上げるチャンスをね、給料アップのチャンスを遅らせるとかして、リスクコントロールしてるわけですよね。そう考えていくと、会社は俺たちのことは何も考えてくれないよねっていうふうに従業員の方が言いますけども、いや、その通りだよって話になっちゃいますよね。いや、会社を創業するっていうのは、だって自分の利益のためにやってるわけだ。だから自分の利益が欲しいんだったら、人の会社に入るんじゃなくて自分の会社を起こした方がいいんですよね。いや、そんなんなかなかできないですよって言うんだったら、そのなかなかできないことをやってる人になんでね、敬意が向けられないんだと、経営者は悪質だとかね、搾取してるみたいな言い方になるんだっていうことなんですよね。まあこれもちょっと考え方のトレーニングとして、まあ耳に入れておければいいんじゃないかなというふうに思って、今回動画にさせてもらいました。どのようにお感じになるでしょうか。それではいってらっしゃい。